歴史エッセイストの白駒ひとみです。私は日頃日本の歴史や文化の素晴らしさをお伝えする講演や執筆を行っています。 YouTube では歴史を身近に感じて親しんでいただきたくて、 NHK 大河ドラマどうする家康を見ながら人生に生かそうという企画を毎週お届けしています。特に大河ドラマは NHK が制作していることもあり、全部史実で成り立っていると思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これは歴史上の人物を主人公にした壮大なドラマです。そのドラマを丸ごと楽しみつつ、史実や通説をしっかりと抑えることで人生の糧になるものを分かち合おうという趣旨で動画をお届けしています。令和5年8月20日放送のどうする家康第32話、小牧長久手の激闘。いやー、なかなかかっこいい構成でしたね。後に徳川四天王と呼ばれるようになる4名を列伝風に紹介する場面、確かに小牧長久手の戦いで4名が揃い踏みという感じですもんね。っていうか、実はこの戦いで大きな功績を挙げた4名を後に徳川四天王と呼ぶようになったという説もあるぐらいですもんね。私は前回のどうする家康を人生に生かすで榊原康政をちょっとフライング気味に徹底解剖しましたが、ほっとしましたよ。ドラマでの描かれ方と大筋は一致していたので。ただ立て札の反応についてはいわゆる通説と違って、ドラマの秀吉は大人でしたね。通説では野人の子、裏切り者と散々な内容に怒り心頭となった秀吉が、それを書いた康政の首に10万石という途方もない懸賞金をかけたと言われています。でもドラマの中の秀吉は、人の悪口を言って面白がっとるようなやつは己の品性こそが下劣なんだと白状しているようなもんだわと。何これ、まさに正論じゃない。でもそれをあなたが言うという何とも言えない感覚になりましたよね。人間は立場の変化に伴い教養や品性も身についていくのでしょうか。脚本家の小沢さんがこの後どんな天下人として秀吉を描いていくのか楽しみですね。さらに華々しい四天王とは対照的に孤独感漂う石川数正、若き日の家康を支えてきた数正がこの後家康の元を去り秀吉の家臣となることはおそらく多くの人がご存知のことでしょう。ただ彼がなぜそのような行動を起こしたのか、歴史家の間でも謎とされています。小沢流の謎解きも次回の放送の楽しみの一つですね。さて今日は小牧長久手の戦いで討ち死にした森長吉とその兄弟についてコンパクトにまとめてお伝えしたいと思います。どうする家康で城田優さんが演じた森長吉は、宿老として信長を献身的に支えた森義成の次男。元亀元年、織田軍は浅井朝倉連合軍と戦っていましたが、森家では長男の義孝、そして父義成が激しい戦闘の犠牲となり相次いで亡くなります。すると次男の長吉が幼くして森家の家督を継ぎ、美濃金山城の城主となりました。長吉は永禄元年の生まれですから、この時まだ10代前半だったと考えられます。ちなみに信長から長の字を与えられ長吉と名乗るようになったという説もあります。もしそれが本当なら、信長は宿老として最後まで自分を支えてくれた義成に対し彼なりの恩返しをしていたのかもしれませんね。また信長が長吉を特に可愛がっていたことを示すこんなエピソードも伝わっています。ある時長吉が関所を通過しようとすると、
役人に止められました。信長から関所を通過する際には馬から降りて家名を名乗るようにとの通達が出されていたからです。しかし長吉は急いでいたため通達に従わずに通過しようとしました。当然関所の役人は通達通り長吉にも下馬して家名を名乗るよう告げます。しかし長吉はこの役人の融通の効かない態度に激怒したのか、なんと切り伏せてしまったのです。本来であれば厳重に処罰されるべきところですが、信長はまるで武蔵坊弁慶のようだと笑って許し、さらに長吉に武蔵の神を名乗れと言ったというのです。長吉が槍の名手として戦場で無類の強さを誇ったことと、この信長の一言がきっかけで鬼武蔵という異名で呼ばれるようになったと言われています。このエピソードは長吉が思慮深さに欠けるという一面を物語っているように私には思えますが、そういうところも含めて信長は彼を愛したのでしょうね。では時間軸を少し戻しましょう。天正2年の長島一向一揆に従軍したのを皮切りに、長吉の姿は常に信長と共にあり、各地で戦い続けました。天正10年には甲州征伐に参戦。長吉は鬼武蔵の異名の通り勇猛果敢に敵陣に攻め込み、武田氏を滅亡へと追い込みました。その戦功を称えられ、信長から長吉に信濃の国の川中島四郡と海津城の計20万石が与えられました。長吉は一筋縄ではいかない信濃の国衆に手を焼きながら領内の統治を開始。ところがほどなく魚津城を攻めていた柴田勝家のもとに敵方の上杉景勝が大軍を率いて向かっているとの知らせが長吉の耳に入ります。長吉はすぐに5000の兵を率いて出陣。上杉勢はほとんどが魚津城の救援に向かったため、手薄になった上杉の本拠地春日山城を攻め落とそうとしたのです。今回のどうする家康では小牧長久手の戦いにおいて長吉と池田恒興が家康の本拠地岡崎城を襲うという作戦を立てましたが、この中入りという手法を長吉は好んで使っていたのかもしれませんね。この時長吉の動きを察知した上杉景勝が春日山城に兵を戻したので、救援を受けられなかった魚津城は柴田勝家によって攻め落とされました。この勢いに乗って春日山城を攻め落としたい長吉でしたが、ある知らせを受けて状況は一変、撤退を余儀なくされます。それは本能寺の変で信長が撃たれたという知らせでした。この驚愕の知らせは長吉を深い悲しみの底へと突き落としました。主君信長を失った喪失感は言葉では表せないほどだったでしょう。加えて長吉は大切な弟たち3名も同時に失ったのです。長吉には4名の弟がいましたが、一番有名なのは森蘭こと蘭丸でしょう。どうする家康でも、あの美少年は誰とネットがざわついていましたよね。その蘭丸に加え宝丸力丸という弟たちも信長に小将として仕え、運命のあの日共に本能寺に滞在していたのです。森家の息子たちは美少年揃いだったと言われていますから、切なさもマックスですよね。あれ、こんな気持ちになるのはやっぱり私が女性だからでしょうか。さて、この2年後に勃発した小牧長久手の戦い、長吉の妻は池田恒興の娘なので、長吉と恒興は義理の親子ということになります。二人は共に秀吉に味方しました。長吉は恒興と共に果敢に戦いましたが、家康軍の奇襲に遭い敗北を喫することに
そして途中で鉄砲隊に眉間を撃ち抜かれ、27年という短い生涯に幕を閉じることとなったのです。森家は父の義成、長男の義高、次男長義、さらに蘭丸、坊丸、力丸と実に6人の男たちが戦で命を落としました。戦国の世とはいえ、このような悲劇は私は他に例を知りません。実は長義は討死の半月ほど前に秀吉宛に書状をしたためています。消された秀吉の真実、徳川士官を超えてによると、長義はその書状の中で、自分が討ち死にした場合、茶壺や天目茶碗などを秀吉に陳情すること、末弟の忠政には森家の家督を相続させず秀吉に奉公をさせたいという旨が書かれていたそうです。まさに遺言というべき内容ですよね。そして一人生き残った忠政には、父や自分たち兄弟が命を懸けて仕えた織田家ではなく秀吉に仕えさせたいと言っているわけですから、そこには時世の流れを感じるとともに、長義がただの豪遊の士ではなく知遊を兼ね備えた武将であったのだなぁと胸がいっぱいになります。実は6人兄弟の末っ子千丸、後の忠政も信長に仕えていたのですが、ちょっかいをかけてきた同僚の頭を扇子で叩いたのを信長に見咎められ、幼すぎるという理由で実家に返されたと言われています。その直後でした、本能寺の変が起こったのは。結局一人難を逃れた千丸、改め忠政が森家の家督を継ぎ、美作津山藩18万石の藩主となります。江戸中期には一旦改易になりますが、名家ということで存続が許され、幕末まで森家は赤穂藩主として続きました。そうした縁で赤穂の大石神社には森長吉の甲冑や十文字槍が収められているそうです。この森家の物語は様々なことを私たちに気づかせてくれますね。主君の前で粗相をした末っ子が一人難を逃れ森家を継いだことは、まさに人間万事塞翁が馬の故事を彷彿とさせます。人生何が幸いし何が災いとなるか誰にもわからないのですから、人生が思い通りにいかないときに自分の境遇を嘆いたり不平不満を言い募ったりせずに、あるいは人生が思い通りにいっているからといって有頂天になったりせずに、淡々と現実を受け入れ、そこで最高最善を尽くしていきたいですね。さらにその森家が江戸時代に一度は改易処分を受けるも名家という理由で復活できたということも感慨深いですよね。このようにはっきりとした形は珍しいかもしれませんが、私たちがこうして生かされているのは、みんな多かれ少なかれご先祖様たちに守られているからだと思うんです。そのご先祖様の恩に報いるためにも、ご先祖様が喜んでくれる生き方、思わず応援したくなる生き方を目指したいですね。最後までご視聴くださりありがとうございました。歴史エッセイストの白駒ひとみでした。この動画を面白いと思ってくださった方は高評価ボタンを、そして他にも様々な動画を投稿していますので、興味を持ってくださった方はチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。